石破さん、安倍のルール破りを猛烈に非難しています。聞いてくださいね。衆議院議員の石破であります。今回の総裁選挙にあたりまして、そこにおいて我が自由民主党は、自由闊達に真実を語る。そういう政党であらねばならない。安倍総裁の元私は幹事長でございましたが、ルールを守る自由民主党、ルールをきちんと守る政党でなければなりません。そして守っているかどうかということがきちんと国民の皆様に検証されるように、そういう仕組みを作っていかなければなりません。ネトウヨ幼稚園に国有地をくれてやるって何なんですか。安倍、あんた犯罪者じゃないか。石破、私は繰り返し主張してきましたが、日本国憲法は集団的自衛権を認めていない。そんなのを国会にかけずに内閣閣議で決めた。こんなとんでもないルール違反は認めるわけがいかない。自民党犯罪隠しの黒川博夢、こんな奴を使い続けるために、黒川の定年延長って何ですか？こんなひどいルール違反はない。